You are listening to Ricky's Podcast College is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお送りしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast を、キーステーションにマルチ配信でお届けしております。今日お届けするトピックがこちら。マイクの設定でこだわっていること。はい、今日はですね、このポッドキャスト大学のマイクの設定でこだわっていることについて4つご紹介していきたいと思います。まあ、あのリスナーの方の中には、あ、 DJ さんに、あ、 DJ さんですね、 DJ リッキーさんみたいなこんな音質になりたいなという方もいたりとか、憧れのね FM ラジオ DJ さんがいて、そういうふうにね、あ、こんな感じの音になりたいなとかね、あとは例えば YouTuber とかでもマイク使っている方で、あ、こういう感じの音になりたいなとですね、いろいろと試行錯誤している方もいらっしゃるんじゃないか と思いまして、今日はですね、私 DJ リッキーのですね、あのマイクのこだわりとか設定についてちょっとご紹介していきたいなと考えております。4つありますので、4つまず、まるっと言いますと、1つ目がポップガード、ウィンドスクリーンはつけない。2つ目がドライブをかけてラジオっぽくする。3つ目が低音は残す。4つ目が若干高音域を上げるというですね、4つに絞ってお届けしております。はい、ではですね、今日はちょっとですね、 BGM オフにしながら、まあ雑談形式でお届けしていきたいと思います。1つ目がこちらでしたね。ポップガード、ウィンドスクリーンはつけない。これですね、理由がありまして、空気感がね、なくなっちゃうんですよね。うん。あの、ポップガードはいいんですけども、ウィンドスクリーンとかつけると、すごくね、密閉された感じになっちゃってですね、まあ、声の張りというか、声の空気感が、まあ、伝わらなくなってしまいます。まあ、一方でメリットもありまして、あの、破裂音とかを、なるべくですね、こう、ポフモフっていうのを、こう、入らないようにするっていうことができますし、あとはですね、あの、特に、まあ、ウィンドスクリーンとかつけておくとですね、なんだろうな、あの、まあ、ゲストの方の収録の時にですね、非常にね、あの、扱いやすいという形になっています。まあ、ゲストの方にポップガードつけてもらって話してもらうとなるとですね、非常にあの、ポップガードが邪魔をして大変なので、まあ、ウィンドスクリーンをつけておいて、適度に破裂音を除去しておいてもらって、音質は後で調整するなんてことができていきますけれども、本題に戻りまして、私はですね、あの、ポップガードもウィンドスクリーンもなるべくつけないようにさせてもらっています。はい。やっぱこうするとですね、こう人の空気感とか、なんかこう、吐息感とか、なんかその、この人がどれだけ盛り上がってるのかとか、どれだけこう、本心で語ってるのかとかね、そういうのね、あの、やっぱりね、伝わりやすいんですよね。しかも音もクリアですし、なんかこうね、そういうものが伝わるので、ポップガード、ウィンドスクリーンは、なるべくつけないようにさせていただいてもらっています。はい。そして、2つ目がこちらでした。ドライブをかけてラジオっぽくする。はい。これね、少し、あの、気にしてるところでして、やっぱりね、このポッドキャストって、ラジオっぽさをね、求める方が多いかなというふうに思います。で、自分自身もですね、あの、長年ずっと JV 聞いてきてですね、やっぱりそういうこう、ラジオっぽいドライブ感っていうか、ちょっとした低音感っていうかですね、なんかそういうスパイク感みたいなものは求めています。で、最近でしたらね、あの、マイクプリアンプの DBX286S があれば、結構ですね、あの、ドライブっていうところがあるので、そこでですね、こう持ち上げたりしてですね、結構いい感じにですね、この音質を上げるというか、あの、変更することができていきます。で、今、あの、ロードキャスタープロ2を使っているんですけども、ロードキャスタープロ2でドライブ感を上げるっていうところでは、エキサイターのところにドライブっていうのがありまして、100から 0% っていうのがあるんですよね。ちなみに今ですね、これ結構ドライブかかってます。あの、ドライブが 90% で入ってるんですよ。で、これですね、100% にするとこんな感じの音になってきます。はい。で、50% ぐらいにするとこんな感じの音になっていきます。で、0にするとこんな感じの音になっていきます。まあ、0でもね、いいんだけど、
ちょっとパンチがないなっていう感じがするので、まあせっかくね、こうね、ラジオっぽい感じでお届けできるのあれば、それなりにですね、このパンチを効かせて、まあドライブをかけていった方がいいよねっていうところから、なるべく私 DJ リッキーはですね、かけるようにしています。はい。で、あとそんなのかけなくてもいいの、いいよって思う方もいらっしゃるかと思います。で、実際ですね、まあ、かけすぎっていうのは良くないんですね。かけすぎちゃうと、ちょっとこう音がこもったりとか、他のね、カーオーディオとかね、あとヘッドホンとか、なんかあとスピーカーとかで聞いたときに、すごく自分の声だけがこもって聞こえたりとかっていうこともあります。ぜひのせ、あまりかけすぎずにですね、しておいた方が無難でしょう。そして、三つ目が、こちらの、でした。低音は残す。はい、低音は残していきましょう。まあ、これはですね、理由はまあ、なんとなく低音があった方が好きだからですね。前回持っていたダイナミックマイクのエレクトロボイス RE20 では、低音をカットするかカットしないかっていうところがあったんですけども、私はですね、やっぱり低音好きなので、ずっとカットせずにですね、お届けしていました。で、今ですね、これはロードキャスタープロ2というですね、オーディオインターフェースでやっていますけども、ここもですね、低音をカットすることができちゃうんですよ。うん。どういうふうにやるのかと言いますと、ハイパスフィルターっていうですね、ところがありまして、ここでですね、低音を漏れなくカットしちゃうということができていきます。今、周波数 54.4Hz のところから、カットしていっておりますけども、これをですね、例えば152からカットするとか、100ぐらいからカットしておくとか、まあ、あとは、まあね、今 54.4 に戻りましたけども、ね、スロープもね、決められますね。ハイパスでどれぐらいかけるのかですね、6でかけてゆったりやっていくのか、12dB でかけていくのか、18でかけていくのかとかですね、そういった諸々のですね、こう、ハイパスフィルター具合もですね、調整できていってしまうんですよね。で、若干低音を残したりとか、あとは、ね、低音を少し、まあ、ブーストしてあげるっていうことで、非常にですね、少しこもりがちになってしまう時もあるかもしれないんですけども、でもお好みの音色には近づいてい、くはずです。はい。ですね、はい。こちらが3つ目ですね。低音は残すということでした。そして最後4つ目がこちら。若干高音域を上げる。まあ、自分のね、声の特徴かもしれないですけど、高音域がね、なんかね、最近あんま伸びないんですよね。なので、高音域が伸びるように、ですね、イコライザーで調整をしています。これ今使っているのがロードキャスタープロ2なんですけども、イコライザーが3段階ありまして、ハイ、ミドル、ローですね。で、ハイのところ12000、Hz にしていまして、ハイデシベルで 2.6dB にしています。これを 2.9 とか 3.2 とかにしていたんですけども、2.6 以上は、ちょっとね、この雨が降った時とか、すごく使いづらいっていうですね、ところから、最近はイコライザーもですね、少し収めにさせてもらいながら収録して配信しております。で、低音ね、やっぱりね、ちょっとね、こうラジオっぽくしたいからって、ブーストをすごくする方もいらっしゃるかと思うんですよ。例えば今、低音ブーストしていきますと、低音をね、ブーストしていくとこんな感じだと思いますね。12dB 上げました。7.9dB 上げました。まあ、ね、これでもいいんですけども、やっぱりね、こう、所定の、まあ、なんかね、デシベルの音に合わせておいた方が、非常に使いやすくなります。で、上げすぎてしまうと音がこもってしまいますので、気をつけてくださいませ。で、低音ブーストしすぎてしまうのもいけないことになって、まあいけないっていうわけじゃないんですけども、ちょっとね、聞きづらくなっていきますので、まあなるべくならばですね、低音は若干ブーストするくらいがいいでしょう。1dB とか 2dB ぐらいですね。低音を上げておくとよろしいかと思います。はい。そして最後はこちら。若干高音域を上げる。はい。若干高音域を上げるようにしています。まあ理由は本当に、高音域、ちょっとだけ上げた方が聞きやすくなるからっていうところがあります。先ほどご紹介した DBX286S のマイクプリアンプでもできますし、また、ロードキャスタープロ2でもですね、少し、ブーストすることが、若干ね、高音域をブーストすることもできますし、あとはね、DBX286S でも高音域ブーストすることができますし、
またアイゾトープの RX9 とか10とかでもですね、あのスタンダード版であれば高音域をですね、若干ブーストすることができていきます。はい。やっぱりね、高音ね、ちょっとだけ盛り上がっていた方が非常に、なんだろうな、あの声のノリも良くてですね、非常に使いやすいので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい。改めまして今日はマイクの設定でこだわっていることということでご紹介させていただきました。やっぱりマイクの設定はいろいろありますからね、難しいですけどね。あのお気に入りの設定とかはね、やっぱり自分でなんかこう作り上げていくっていうのがいいかなと思いますね。なかなか最終的に最初からなんかこうあのこの設定で俺は行くんだみたいなねことってすごく難しいと思いますので、試行錯誤しながらですね、あなたのマイクに合った、あなたの声に合ったベストな設定を探してみていただけたらなと思います。で、今ね、やってる設定に関しましては、ポップガードとか、ウィンドスクリーンはつけないっていうこととか、ドライブを若干かけてラジオっぽくすることとか、あと低音は残していくっていうことと、若干高音域をブーストする、上げるということを意識してやっております。皆さんの音作りの参考になれば非常に嬉しいです。今日もここまでお聴きいただき、ありがとうございました。さあ、今日の合わせて聞きたいは、ポッドキャストをマルチ配信するコツという過去の絵を紹介させていただきます。リーチを広げたい、また YouTube にもアップしたいという方はぜひこちらの内容をチェックしてみてください。最新のポッドキャスト関連ニュースに関しましては Twitter で全部まとめております。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの Twitter では毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を聞き逃さないようにするには無料サービス登録が便利、あなたの朝時間にポッドキャスト情報をサクッとアップデートできますよ。Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。Have and for and for the day 素敵な一日を過ごしください。チャオチャオ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.